こんにちは、ドクターネックスです。さあ、イベントクエスト。またポイント、おっと。充電開始。イベントが来ましたね。外伝あやかしソサエティ。この読み方がね、そうじゃなくてなんか、二つとか、その、海外版だとダブルって読むらしいですけどね。なんて読むんでしょうね。その二とか言っておきましょうかね。なんだこれ。あ、8話は11月8日16時から。とりあえず7話まであるのね、これはね。じゃあやってみましょう。1話、2度目の。先日迷い込んでしまったあやかしソサエティのことをルキアに語るイチゴとコン。さなか、最中、突然の落雷が。停電かと思いきや、次に見た景色はあやかしソサエティのものだった。今回はボーナスキャラクターだけですね。そんな感じでいいのかな。始めるぞ。消える。これ何なんだこれ。ボニーちゃん。そうよね、イチゴ驚くよね。敵になかったは無用だ。札くれ札。2話、終わらぬ物語。イチゴとコンは芝海縁という気さくなあやかしと出会う。海縁はイチゴたちにこの世界にいるルキアの現状を告げる。
始めるぞ。大変だ。気を抜けんなよ。表にはそんな広くないんかな。こんなもんだろう。うん、いいね。札が手に入るのいいね。3話、ルキアが2人？ランギクが連れてきたのはルキアだが、ルキアではなかった。混乱するイチゴとコンだったが、次第に状況が判明していき。始めるぞ。範囲広いな。4話、再出発。あやかしのルキア
あやかしのルキアに代わり処刑されそうになっているルキアを救うため、イチゴたちは手を取り最低の場に向かうのだった。始めるぞ。クールガンズ見るとやっぱ早いな。逃さない。あれ、当たってない。敵に情けは無用だ。5話、助ける理由。ルキアを救うための道中、イチゴはカイエンに尋ねる。なぜ迷い込んだ人間である自分たちを助けてくれたのか、その理由とは。始めるぞ。ここはこいつだな。ランギクの範囲がやっぱやべえな。攻撃がすげえな。6話、最低。身に覚えのない状況に置かれたルキアは最低の場に引きずり出される羽目になる。そこに現れたのは白夜だった。ルキアは一か八かの賭けに出る。
始めるぞ。消え。ん？違う。攻撃範囲を見極めたいな。こいつもすげえ範囲広いな。敵になさっては無用だ。今回のラスト7話、敵は誰だ。ルキアが別の世界から来ていたことを白夜は感化していた。さらにあやかし素体に起きている数々の事態について銀に説明を求める。始めるぞ。すごい雷属性の主人公に見えるんだよな。やっぱなんだろうな、範囲が表に範囲が若干微妙な気がする。これを最後まで聞いて立っていたやつはいねえ。行くぜ。芝式戦だ。陣内豪華。残念やな。こんなもんだろう。さあこれでエクストラが来ましたね。特殊ルールここに確認。キラー5倍、属性効果2倍、技速心、それぞれ、新しくゲットしたこのあやかしがちょうど合致すると。力の死神キラー、
逃さない消えるよ消える落ちる消える。ちなみに今僕この装備は精霊帝通信です全部。ガチ周回するときはですねゼタボルタンがいいでしょうね。経験値が多いんですよ、美味しいんですよね。なので、動画の質問で、レベル上げどうやってるんですかっていうのに聞かれることがあるんですけど、石を使うこともあるんですけど、今みたいに150以上も全然、この、普通にイベントこなして、やるってこともありますね。今日にザンゲリンなんだっけか。あ、そういうことな。まあ、別に範囲がどうこうとかじゃねえんだ。痛い。3無所属の敵が湧いてますね。始めるぞ。急に世界観おかしくねえか。とりあえずここまでですね。長かったな。11月8日から、後半が開放になるんで、まあ、効率よく行くんであれば、もうこのエクストラ123をがっつり周回するんでなく、そこが開放されるまで、エクストラ678が開放、
456が解放されるまでは、戦記クエストを回って、いくといいんじゃないかなとは思います。さあ、こんなとこかな。今回はここまで長かった。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。